はい、で今度はエコロジーパーク、イエス、エコロジーパークに来ました。じゃあこの後バイクでエコロジーパーク行ってみます。イエイ。はい、ということで、はー、今夕方の、5時半ですね。はい、ギマラス1日満喫をしましたね。マンゴーも食べたし、マンゴーを食べて、あとあの後ろの山に、あそこに見えないね、これ多分十字架があるんですけど、そこの山を登って十字架の前まで行ったりとか、あとはリゾート回りしたんですね。リゾート行きましたね。そう、リゾート回り、いろいろなところにこちらではマリア様が出没しますね。そうだね、ギマラスに限らずですけれど、それはギマラスなんか特にでも神秘的なところに現れるよね。神秘的なところに神秘的な感じで立ってます。あとなんとか、なんだっけ、あのパークは、あ、エコロジカルパークっていうところが、人が多分あの園内を歩いている間に一人も他のお客さんに会えませんでした。だから行ってみるといいんじゃないでしょうか。実はすげえいいとこなんだよ ね。なんとかケーブルっていうのがあってね。そう言っちゃった。ああ、秘密なんですけどね。誰にも言わないことになってるんですが、ということです。はい、ということでポップ編集長の冒険記でした。なんだっけ、ここ何ギマラス、あ、そう、ギマラス編でした。ウィズ純子さん。バイバーイ。バイバーイ。